将棋将棋の戦法一見飛車一見飛車とは、将棋における飛車を用いた戦法の一つである。英語名称は、ファーストファイルルーク。先手の際、一筋の符を一五まで突き越してから飛車を一、八から一六と中段に移動させ、その後に玉を囲う戦法である。初手から一六歩三四歩一五歩八四歩一、八飛八五歩一六飛と、橋の浮き飛車を作る形である。 囲いは、通常は穴熊を用いることが多いが、身の囲い、片身の囲いを用いる例もある。ひねり飛車のように、石田流に組み替える形や、向かい飛車のように飛車をぶつけるなど、低い陣形からのカウンターが狙いである。図は2001年7月1日の、JT ハイ日本シリーズ、佐藤康光 VS、千崎学部戦。ここから79玉62玉77角4に、 銀四六歩三四飛と進んでいる。プロの実戦でのデータベースによると、千崎学部九段が公式戦で採用した実績以外で公式戦で現れた例は、清野静雄八段や関喜博光の例など、一見飛車のコンセプトによる将棋はいくつか指されている。もともとは昭和の末頃にはすでに考案されていたようであり、市販の定石書で公開されたこともあり、 比較的知名度は高い戦法である。しかし島飛車、三馬飛車と同じ感覚で命名するとしたら、一見飛車ではなく九剣飛車や右一見飛車が最適で、一見飛車という名称が正しくないという意見もある。九筋の端歩を突き越して位を取り、相掛か,かりや横歩取りからひねり、飛車で九筋まで飛車を振り、右玉にする。相手が端を受け。 フライドリが不成立の場合は、7の中区と上がって飛車先の歩を受けた後、9筋まで飛車を振る。または、地下鉄飛車で1段目を走り、飛車を9筋まで移動させる。プロ騎士では、土佐工事8段が用いる。ありがとうございます。